はい、どうも、こんにちは、です。今回はね、ちょっとまあ、ゲームとかワンピースとか関係ないんですけど、ちょっとね、普段使ってるパソコンがちょっとね、重い。うん。で、ちょっとまあ、動画編集してるとね、やっぱね、重くなってくるんですよね。で、今使ってるやつが、メモリがね、4ギガなんですよね。なんていうの、物理メモリっていうのかな。ちょっとパソコンよくわかんないですけど、詳しくないんで。では、4ギガだったんですけど、まあちょっとね、重いということで増設をしたいと思って、はい、こちらね、バッファローの、8ギガかな、うん、っていうのをね買いました。でこれでね今から増設していきたいと思います。はい、早速ね、ちょっとネジを取ってきます。でその前に先にねバッテリーを取んなきゃいけないらしくて、バッテリーを取ります。これバッテリー、古い型なんでね、パソコンはそんな新しくないんで、今まで限界があったんですけど、ネジなくしちゃうな。はい。やば、なんか中初めて見たんだけど、静電気で一発で壊れちゃうらしいんで、こんな感じでねゴム手袋をしていきます。よくわかんないんだけど、俺も静電気で壊れるとかなんとかって言われても。でさっきのこのバッファローを開けたやつがこちらです。こんな感じで入ってました。あ、簡単に取れた。あ、簡単に取れました。こんな感じ、これでいいんだよね、多分合ってるよね。このパソコンで言うと、まあ、このパソコンで言うとなんですけど、ここのね、なんかこれをね、外すと取るようになってます。ありがたい。優しい。で、なんかバッファローとか、なんかそういうなんか正規の会社じゃないというか、なんか保証があんまりつかないやつとかだとね、結構安く手に入ってるのもするんですけど、まあ、一応バッファローにしときました。取んなくていいですよね、多分。ちょっとわかんないな。いや、取んないかな。うん、もっと。この、なんか空いてるところあるじゃん。ここと、このね、なんかくぼみがね、パッチリはまるようになってるんで、そこにね、セットしていきます。セットしたら、まあ、あと押すだけなんで、結構簡単でした。初心者にもね、できるような増設でしたね。で、あとはまた蓋をして、これで終わりだよね、多分ね。ちょっとすごい不安なんだけど、できてるかな。これでね、がっつりスピードがあれば、編集がね、もっともっと、上達するかな、上手にできるかな。ちょっと今までね、重すぎてね、なかなか、大変だったんですね、編集が。思うようにできなくて。皆さんもね、ちょっと見づらい動画になっちゃったかもしれないんですけど。はい、完成でございます。はい、増設後のデータなんですけど、ここね、物理メモリが8ギガに増えてます。ということでね、多分ね、正常に、作動してくれたと思います。ということでね、これから編集頑張っていきたいと思います。はい、ちょっとね、番外編にはなったんですけど、番外編っていうかもう本当番外編だよね。もうゲームでもないワンピースもないんですけど、まあちょっとね、配信者さんも多いと思うんで、ぜひぜひね、参考にしてみてください。ちょっとね、うまくできたかわかんないですけど、まあ一応作動してくれたっぽいんで、まあ多分いいのかな。パソコン詳しくないからわかんないですけど。ということで、まあね、当日やってみたっていう動画でございました。ご視聴ありがとうございます。